ヒアルロン酸注射はどう思いますかとことなんですが、まあ、趣味でやってみたらいいと思うんですけど、はっきり言いますけどね、あのね、スキンケアとか美容系って、王道が一番強いですよ。運動とか、食生活を正すとか、そういうことの方が睡眠の質を上げるとか、そういう当たり前のことをやってから、プラスアルファで美容整形とか、医療の力に頼るのはいいと思うんですが、まあ、正直ですね、ちょっときついことを言うと、あの、自分ができることがいろいろ残っていて、自分のやるべきことをやらないのに、あの、科学の力とか、お医者さんの力とかに頼ろうっていうのは、それはなんだろうな、言い方悪いけれども、だからうまくいかないんだよねっていうふうに僕は思っちゃいますけどね。うん。できることやってから、あの、医者の時間に頼った方がいいと思いますよ。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。